皆さん、こんにちは。ワンダルギルビーです。今回は、コンパチヒロシリーズガイア星版続きをプレイしていきたいと思います。今回から第7話になりますね。赤いガンダムの出現、シャアの攻撃が地球を襲う。コロニーレーザーは地球に向けられている。ヒーローたちよ、死のカウントダウンを止めよう。果たしてヒーローたちは地球を救えるのか、守ることはできるのか。運命は君の手にかかっている、ということですね。では第7話始めていきましょう。私はネオジオン総帥シャア・アズナブルだ。諸君らに警告しよう。今から24時間後、人類は神の裁きを受けるだろう。コロニーレーザーによる地球攻撃、もはや止める者は何もない。誰にも止められないのだ。聞いての通りだ、シーブック。すぐにホワイトベースへ宇宙に飛んでくれ。そしてコロニーレーザーを破壊してほしいという依頼ですね。ではまずはホワイトベースに乗り込んで宇宙への戦いに備えていきたいと思います。まずはルナツオに行けという指令ですね。お、ホワイトベースがあるな。ちょっと大きいですね。ルナ2へ向かいます。出発しますか？出発しましょう。お、移動手段がホワイトベースになってますね。隣にあるのはサラミスか。地球連邦軍の宇宙巡洋艦ということですね。ではちょっとこのルナ2を確認していきましょう。パワーカプセルは欲しい。テレポートカプセルもいくつか用意しておきましょう。パワーカプセルは本当いくらあってもね、困らないぐらい必要ですからね。では装備品も確認しておきます。シーブック、特に装備したいものがないかな。あとはウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンレオですね。このあたりにも装備品あれば装備品をつけていきましょう。すでに聞いているだろう。何としてでもコロニーレーザーを撃たせてはならない。今、ジュドウが情報を集めている。コロニーを見つけるのが先だ。そうか、ジュドウが先行してるんですね。では、ちょっとジュドウを探しに行きましょう。カミーユがいますね。赤いガンダムを倒してはいけない。僕らの大切な仲間。カミーユはまだここで精神崩壊して、ベッドに横たわってるんだな。ジュドウがいました。なんてこったい。これだけ探しても見つからないなんて一体どうしたらいいんだ。コロニーレーザーが見つからないんだな。アポリーがやられた。まともに動くモビルスーツさえあれば死なずに済んだのに。アポリーが死んだんだな。まあ諸説ありますけど、このアポリーとロベルトはね、一年戦争時代からのシャアの部下という説もありましたけど、そのアポリーが死んだんだな。では、コロニーレーザーを探すための情報集め、継続します。では、ルナ2の中探索しても特に情報なかったので、宇宙空間へと飛び出して、コロニーレーザーの所在の調査を行っていきたいと思います。シーブックは F91 に乗り換えてますね。これだったら F91 用の装備、買っておけばよかったかな。回復役はですね、ウルトラマン系セブンとかレオがいますので、まあこの辺りに任せて、ある程度余裕を持って戦えそうですね。4人パーティーはこれだから嬉しいな。では、コロニーレーザーの探索を続けます。敵としてキュベレーが出てきました。ビットすらも攻撃対象なんだ。しかもいくら倒しても、きっとこのビットは復活キャラなのか。いや、そんなことないな。でも、ちょいちょいビットが復活するんだな。ってことは、やっぱり本体のキュベレー攻撃した方がいいですね。今度はサイコガンダムか。なんか徐々に敵がかなり強力になってきてるな。僕も必殺技で仕留めに行きましょう。まあ、いつまで、このヒットポイント、あるいは、必殺技ポイントが持つかわからないですけどね。どっかで回復しながら
戦っていきます。攻撃力は80、強いな。7だとどうだろう、攻撃3回は持ちこたえられなそうですね。先ほどのキューベレーサイコガンダム、まあマーク2だったのかな、サイコガンダムマーク2に続いて今度はジオングが現れている。なんか確実に敵が強くなってきてるので、必殺技ポイントが常に枯渇してる状態ですね。パワーカプセルは、補充できるタイミングで補充しておきたいと思います。ジオング倒すと今度はジオングヘッドになりましたね。イベントかな。ガンダムキラーだ。ドーメーカー、意外に早かったな。もうコロニーの場所を探し当てるとは。しかし隠れているこのローニーをどうやって見つける。戦闘になる。ガンダムキラーとの戦いは、これはイベント戦闘だと思うので全滅覚悟で普通に攻撃していきます。ジーキラー、命拾いしたな。緊急コールが来なければとどめを刺したのだが、ブライトに再度計、必ず人類を破滅させるとな。なんとか助かりましたね。なんて素早い動きなんだ。赤いモビルスーツ、赤いガンダム、シャーなんとか。バカにしやがって。では探索を続けます。今度はエルメスと遭遇して戦ってるんですけど、このエルメスもね、強いですね。もうこのフェーズになると一体一体がボスキャラ級の長期戦になります。ルナ2に戻ってきたんですが、入れ隊がいますね。コロニーが隠されている。まあそう言ってましたよね、ガンダムキラーが。確かにその場所で重力の変動が見られる。とするともしかしたら悪い感じでも隠れているのかも。なんかブラックホールみたいなこと言い出しも始めましたね。悪空間センサーとジェネレーターを作っておいたんだ。さあ持ってってくれ。悪空間センサーと悪空間ジェネレーターを手に入れた。これで探索するってことだな。ではちょっとまた宇宙空間に出て探索をします。今度はジオが現れました。これも強敵だな。先ほども触れましたけど、敵キャラがですね、もう一体一体、一回一回がボスキャラ級の強さだったり、戦闘の長さになったりするので、なかなか骨が折れますね。もうこのジオもかなりの強敵だと思われます。まあ、ただジオはですね、まあ、いわゆるファンネルのビットを出してこないので、まあ、ずっとこのジオを攻撃できるのはまだ楽かもしれないな。ジオングとかエルメス、あとはキュベレ。このあたりはですね、ビットを出してくるので、そのビットも攻撃をしてくるし、そのビットも倒さなければいけないっていうので、しかもですね、そのビットを倒したら、またビット復活してきたりするんで、結構ね、攻撃が分散して、半月になるんですけど、まあ、このジオに関してはそういう懸念がないので、まあ、割と短時間で撃破できましたね。悪空間センサーに反応あり、どうやらコロニーのようだ。そしたら今度は悪空間ジェネレーターの方も使ってみましょう。お、コロニーレーザーが発見できたぞ。コロニーが現れた。おお、なんか、すごい戦闘が起こっているのか。周りに、光線が、いろんなところから飛び交ってますね。では、ちょっとこの中に入ってみましょう。お、これがコロニーレーザーの内部だ。では、探索していきまーす。
テモニレーザーの中は普通にエンカウントがありますね。階が変わったり部屋に入るときは必ず必殺技のポイントをパワーカプセルで回復します。それだけ肝に銘じておきましょう。コルニレーザーのライブ普通にエンカウントあるんですが、初めて見るキャラとしてハンブラルが出てきましたね。まあ、ただ、コロニーレーザーの外で戦ってきたような、ジオやキブレ、ジオンやエルメス、あるいは最高ガンダムマーク2みたいな強さはないかなと思います。ハンブラビはね、ゼーターガンダムの中では、大活躍した、キタンズ側のモビルスーツですけどね。ヤさんがやっぱり乗って、そのハンブラビの機動性と攻撃力がめちゃくちゃ鮮明に描かれてたのが、今でもゼータガンダムの中では印象的ですよね。まあ案外雑魚キャラばっかりなのかなと思っていたら、クイーンマンサーが出てきました。攻撃力もいかついな。ここはちょっと全力で攻撃していきましょう。そうか、ウルトラチームだと、あんまり戦闘が長引くと、タイムカプセルの時間切れが起きて死ぬな。となるとちょっと油断できないな。早めに決着つけないと。とはいえ強いからな。本当に気が抜けない戦いが続くなという感じですね。一回の攻撃力も強かったなぁ、クイーンマンサも。さあ、この先はこういう強さのキャラが出てくるんだろうな。うわ、またクイーンマンサだ。ちょっとここは退却を選択して、一度回復に努めましょう。で、回復してからまた戦っていきます。急に敵が強くなってきましたね。ん？シャアがいる。わざわざここまで来てご苦労だったな。残念だがこの頃には本物のこのロニーレーザーではない。お前たちをおびき寄せる罠さ。本物のコロニーレーザーは別のところでスタンバイ。まったくいつまで経ってもお人よしな連中だ。だから愚かな人間どもにいいように使われるのだ。待て、シャア。という感じかな。ダメだ。びくともしない。閉じ込められたな。ダメだ、ビクともしない。ここではエンカウントはないか。ちょっとじゃあここを探索します。何もありません。いや、脱出するためのヒントが何かあるはずだ。ん、ここから脱出できるかもしれない。てん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 。はっ！危険だ！もうすぐこのコロニーが爆発する。急いで。コロニーレーザーが爆発した。偽のコロニーレーザーかな。緊急通信。ネオジオンのコロニーレーザーが地球を攻撃している。これ本物のコロニーレーザーですね。目下のところ、ルナ2の全戦力をコロニーレーザーに向けている。諸君がもう直ちに来てくれ。ということで、では今度は本当のコロニーレーザーを探索するんですかね。というところで、今回はですね、ちょっと短いんですが、敵キャラ、その、一回一回その戦闘がボス級の、強さであり、長さであり、かなり苦戦という状況なので、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとレベルアップしておこうかなと思います。